1月16日、渋谷区にある幡ヶ谷保健相談所で防災クッキングをテーマにした栄養教室が行われました。毎回異なるテーマを設けて行われている教室です。この日は災害発生時に備えて家庭で備蓄すべきものや災害時に役立つレシピと調理方法などを学びます。大きな災害が起きたとき、渋谷区で想定される被害の解説とともに、食料や飲料水などの備蓄がどれくらい必要になるか講義が行われました。食料品や日用品を少し多めに買い置きし、古いものから消費していくことで日頃から食材を備蓄管理していくローリングストックと呼ばれる方法なども紹介されました。また耐熱製のポリ袋を使い、袋のまま湯煎することで水を節約できるパッククッキングと呼ばれる調理方法で缶詰を使ったレシピが実演されました。こんな感じでこの味噌さんのこの汁で味をつけていきます。教室の最後にはこの日紹介されたレシピの試食が行われました。参加者は市販のコーンスープと卵で作った茶碗蒸しや切り干し大根のサラダなどを味わい、自宅でも作ってみたいと話していました。